い、毎度です。本日のクソ芝、お晩ご飯、お晩ご飯でございます。はい、こちらですね。このスペアリブに卵。ね。んで、こちら。あれあれあれ、最近ではおでんが流行ってますね。トゥントゥン、トゥントゥン、トゥントゥン。ちょっと冷えてる。ご飯でございます。はい、ということでいただいていきたいと思います。まずはね、トゥントゥン男のおでんからいきます。こちらですね。はい、いただきます。うん。うん、この優しい味がいいですね。ちくわちゃん。ちょっとね、だしが薄いです。なぜかと言いますと、私、ちょっと前にね、ラムーでおでんセットっていうのを買ったんですけど、だしが入ってなかったんです。具だけやった。それを今日作りました。はい、ちょっとね、煮込み時間が甘くてちょっと出汁が薄いです。染みておりません。うん、あ、大根そのものの具材の味が引き立っております。一切出汁の味は今しませんでした。じゃあこのね、クソ芝食堂ではよくあるこのスペアリブ、めっちゃうまいやん。うん、うん、ご飯が進みますね、非常に。あとご飯中に、まあ、ビール僕好きです。ビール常に飲むんですけど、ご飯中に飲むこの冷たい水、これも最高に美味しい組み合わせです。めちゃめちゃ好きです。水すごい好きです。この骨の周りの肉ってなんてこんな美味しいんや。うん、うますぎでしょ。うん、これ味入ってるかな。いただきます。うん、ものすごい素材の味が際立っております。うん、こちらのおでんは全て素材の味が際立ったものでした。はい、ね、あるよね。そういえば僕は富士の美味しい水でしたっけ、あれ飲んでて、あの発がん性物質が出てますよっていうことやったんですけど、そういうわけじゃなくて、僕ペットボトルに淀の水を汲んでますので全然大丈夫です。ほみてゆで卵、これはやばいでしょ、これやばいでしょ。うん、思ったほど味が入っておりません。そう、美味しい。やっぱりこうやってね、自分で作るとですね、すごい作ってくれた時の人が非常に頑張ってくれてるなって実感できますね。美味しいものっていうのは作るのは大変。食べるの10分、作るの1時間って言いますもんね。言うか言わへんか知らんけど。ああ、そんなこと言ってるうちにラスト1つになってしまいました。ほら、この肉の照りが分かりますかね。この照りがたまらないね。うん、うん、スペアリブあるある。想像してない場所に骨があった時のビビリを、ビビる。これね、トロットロになった脂がもう最高やね。うん、はい、ごちそうさまでした。本日のクソ芝晩ご飯でした。うん、料理って難しいね。いつもね、こういう風に難しいんで、出してもらったものは感謝していただきましょう。おでんは決してツンツンしないようにね。じゃあまた、バイバイ。